ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうございます。お疲れ。お疲れ。ああ。終わってしまったけども。体も終わった。こっからまたスタート。くそ。やった本当に。お前もようやった。フルスロットルは無理だった。くそ。ありがとう。これがこのルーツの皆さんがやってきた歴史なんだなってのを痛感した一日でした。とはいえ俺らも新しいこの3人でやってきました。この2年の結果が今回発表会だったと思います。いい2年になったんじゃないかな。また今日からやっていくぞ。じゃあ41万人動画なんで、あ、そうやんですね。仕事あれ、ゾマヤカじゃないの、ゾマヤカじゃない。あ、お疲れ様です。バイトリーダーの高橋でございます。41万人。バイトリーダーからもしかして41万人昇格。店長になったの。やったー、リーダーから店長になりました。これが41万人ということで、皆さん本当に見てくれてありがとうございます。42万人も目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして本日の業務報告、マロンさんがツイッター上でハッシュタグエスピス発表会ですごくつぶやいておりました。ドラゴンさんもたくさん応援してくれました。アツキさんは振り替え休日を取ってました。ドラゴンさんの消息は分かりません。社長はまさかの現場に来てくれた、ありがとう。そしてエスピスは3人頑張ってくれました。本日今日はエスピス発表会大成功です。ありがとうございます。以上、バイトリーダー高橋でした。ありがとうございました。次は42万人バイバーイ。イエーイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。